9人の少女特典だって。何これ体験まではできないってさ。さあちょっとね、本当にリアルでも日が空いて収録しております。まあ、ちょこちょこね、こう日を空けて収録することになりますので、よろしくお願いします。まあ、前回はね、無事に、2人目のね、風春だったっけ、はるかちゃんが、覚醒してね、退けることがありました。で、難易度選択はノーマルです、書いてません。もしね、ダメだったらね、こっそり裏でね、難易度を下げますんで。さあ、神谷衣装が起きました。あ、兄貴、あ、そうか、神隠しから帰ってきてるんだよね。今まで神隠しに会ってたみたいなもんだよね。ゆか、怒られそう。ざけんな。え、何日も煮込みやがって、死んだかと思っただろ。そっか、11日だ。11日だよ、土曜日。3日も寝てたんだ、あの間に。何してるか教えろ。教えてくれなきゃぶん殴る。熱い妹なんだね。熱い妹なんだ。まさかと思うけどよ。え、兄貴も、ジェイソンとやらに出会ってボコボコされたのかよ。ジェイソン？何それ、なんか、執事の名前。はるか姉ちゃん知ってるだろ？兄貴と一緒に倒れててさ。そうだね。理論上は、だから清美たちも倒れてんのかな？ああ、もうとっくに回復して落ちてる。え、もう帰ってんの？一緒にいろよ。見たって言うんだよ。怖いマスク。まさか。ジェイソンってそっちのジェイソン、しかも有名なやつ、フライデーの方。あ、口実合わせたのか。口実合わせろ。はるか姉ちゃんには悪いんだけど。いるわけねえだろ、映画のキャラクターがこの島に。フライデーじゃん。仮にいたとしても。彼は深く眠っていたからね。見てなくても不思議はないな。誰が？いやいや、マジで誰？いや、マジで誰だい君は。おめえの方がよっぽどジェイソンだよ。おめえの方がやっぱりジェイソンだ。カイト先生。ドクター、カイトだ。いや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 。法政カイト先生。自称ドクターカイト。いや、こっちの方がやっぱりジェイソンだと思うんだけど。半月前に入院した時も面倒見てくれる。そうなの？はあ、はあ、いつも助けられてばかりだ。助けてんの？ん？なんで謝る必要がある？はい。記憶喪失の人を調べられたんだぞ。なんという誉れ、喜び。ああ、僕は感謝することは謝罪されるじゃないが、ないない。相変わらず変な人。科学者だわ。なんかさ、そのうち人体実験しそうで怖いわ。さて、名残惜しいけど、君は退院だ。退院。まあ、外傷もないし、記憶にも問題なし。君の症状は疲労だよ。あ、俺じゃん。しかし、いや、しかし。はあ、残念なんですか。そりゃあそうだろう。それだけで3日も寝込むだろうか。精神状態に困るもの。いや、違うね。もっと不可思議な事情が裏に潜んでいると見た。適当な理由をつけて入院を長引かせてやるべきなんじゃないのかと思ったのが、つまり止められてしまったな。はあ、こんな感じだよな、テレコ的に。この人のアテレコならできそう。やめろ。ああ、怒られそう。静かに怒ってる。いや、怒ってんじゃねえか、ほら。まあ、お前のことだ。風間ちゃんを守ろうとして気絶するのもそのあたりなんだろう。ジェイソンってやつの話。実際に見たんじゃないのか？また今日、まあでも、口実合わせる的なことなんだろうな。私のこと覚えてるくらいだし。ならいいのだが。今回は無事だったがいい。不問にしておいてやる。いつか不問になんないぞ、これ。まあ、そうだね。クラスの仲間たちもさ、神隠しに会ってるってことになるんだもんな。イカズキさん。イカズキさんって誰だ？交番の周りさん。頼りになったわ。頼りになったわ。まさかのモンマさん頼りになったんだね。モンマさんね、交番さん。明日はダメだ。小に学園長から、学園長？あの人だよね。あの学習塾の人みたいな。学習塾の人って言わないでほしいよな。あ、この人、この人。なんかもう、どう見ても苛烈な学習塾のさ、長みたいに見えるよ。厳しそうな人と印象。そうだよ。心当たりが多すぎる。どっちなんだろう。年長の人、ジェイソンについて、ジェイソン。いつからこの人はホラー映画の世界になったんだ。学園長がどっちかだよね。神隠しを信じているのか、それとも、あれさ、キミコ、
きみこじゃねえ、きよみさん、きよみさんとかあったじゃん。そのきよみさんの話もあったから、もしかしたら信じてる可能性あるよ。あ、雑談会話があるね。はい、会話を聞きました。なんかね、翔くんに母親がいるんじゃないかって話とかになってましたね。まあ簡単に言うとさあ、学園長室に向かおう。どこにあるんだ、場所聞いておくべきだった。翔、あー、はるか、とともちはるか、はるかちゃん、翔が目を覚ましたきって、その、謝らなきゃって。私ごめんね、本当にひどい。大丈夫だよ。まあ、結局さ、仲直りしたみたいなもんでしょ、要は。仲直りはしてんじゃん。そう、本物だから、それ、そんな引きずらなくても。朝までだけどずっと下を攻めて、気づいたら向こうにいたの。そこでは夢の翔が一緒で。で、あの姿になってたわけ。誰かにやられたってどっちの意味？ああ、そっちね。やられた、何の意味だと思ったんですかね。あの世界のことを覚えてる。なんであんな城ができたのかも。想像したらできたんだ。夢の世界は何でもできるから。夢見ワールドだから。まあ、無事だね。まあでも、アクターの力が二人目指せてるってことか、もう。他にもいるんだろうな。他にも多分、この学園内で目覚めると。いや、学園長の、学園長のシフちょっと雑っすね。雑言うな。分かってるんだよ。分かってんだよ。ラフがだって。ようこそ。二人とも。はるかも呼ばれてたのかな。学習塾の園長、来た。院長じゃねえ。いい。園長じゃねえ。園長は違う。おはようございますね、学園長。めっちゃ、珍しいな、この笑顔。おはようございます。おはよう。というか、もう、こんにちはの時間だね。神谷くん、無事かい。記憶喪失に先日は生き倒れまで。厄年なんですかね。厄年で、はっはっはっは。そんな冗談が言うなら問題なさそうだ。入りは別に穏やかですね。それそのどうして呼び出されたんですか？うん、そうだよ。はい。あ、担当直入に聞こう。君たちは異世界に関わったね。はっはっは。警戒するのは悪いことではないけどね。心配はないよ。そうだよな、やっぱそうだよな。だって、ねえ、清美さんとか、その、なんだっけな、委員会やったっけ？そうだよ。その話が出てるのは分かってたよ。あ、そうなんだ。彼らは僕の指令を受けて活動してもらってんだよ。あれは一体何なのでしょうか？と。もちろん教えると思う。そのために君たちを呼んだのだからね。いや、やっぱそういう感じの話だったか。向こうの世界はね、地球の裏のようなものなんだ。裏ですか？人々が発する感情の中にも、負の感情と呼ばれるもの。痛い、悲しい、苦しい、辛い、寂しい、怖い、などなど。ああ、これが、それが、意図となる思考だね。それらはいずれ具現化し、意図となる仕組みなんだ。向こうの世界は、意図が地球に生まれるのを防ぐため、わかりやすく言えば、そうだな。浄化する役割を担ってるのさ。へぇー。この音知ってんな。いずれ井戸は消える。わざわざ倒さなくても。へぇー。自助作用のものと考えてもいいかな。ここまでをまとめよう。負の感情はやがて井戸として形をなす。向こうの世界は人知れずそれを浄化してくれるんだ。はぁ、あ。じゃあ、なんか疑問点が生まれるけど。そうだよね。向こうの世界、不思議はそれだけがとどまらなかった。それが神隠しであり、そしてアニマの存在だ。うん、神隠しが起きんのは、特にその理由は、怖いものを目撃して怯えた。死にたいほど後悔した。この島に住んでいる人たちがそういう感情を持ってしまったとき、神隠しが起こる。じゃあ俺なんて絶対神隠し起こんじゃん。やめて。そう言われると風間さんは何か覚えがあるんじゃないかな。あるだろうね。覚えだらけだろ。アニマ。あれは死に恐怖した人間が現実逃避で作り出すものだ。宿主の精神が反映した理想の空間を作り出し、ああ、セルフが現れる。願望を映し出した。そうだね。これが願望なんだよね。ね、服装も願望だったからね。裸だったからね。彼らセルフは、宿主に楽しい夢を見せてくれる。なあ、出た出た。負に落ちた宿主に性の感情を与えるために。え？じゃあ、性の感情っていう文字だけ聞くと、
え、それだけ聞くとなんか別に悪いことには、ああそうか、生を食らうことで人間になれるってわけだもんね。そうか、それが目的なのか。逆にこちらの世界に来る、来たらやばいってことじゃん。来たらじゃあやばいじゃんね。剣持った人がこの世界に現れてんじゃん。剣持った人が凍滅している、あ、すげえ、全てを凍滅してる、やばいじゃん。下手すれば同じ顔の人間が2人になってしまう。本当だよ。ああ、なるほど。神隠しにあった人はみんなアニマを生み出している。絶対じゃないとは言っておく。何が分かんないまま井戸に食べられた人もいる。まあいそうだな。力の調査してもらおう。アクターと呼ばれる力、窮地に陥った人が強い決意を抱いた時。なるほどね。はあはいはい、もうな、触れんぞ。もうこの話、この身が見た目には触れんぞ。俺は体に大いなる力を入れたと。願いを反映した衣装を携えて、願い、え、願いを反映した衣装、ふん、そうだね。ひなつくんはあのナルシストの髪型からちょっと斜め45度そうそう、あのさ、思ったんだけどさ、これひなつくんさ、あれだよね、なんか初め見た時さ、髪型はさ前かかってるのに、なんか急にさ、顔の角度変えたよね。なんか斜め45度みたいな感じに変えたよね。好きな子を守りたい意志が騎士という形で具現化し、あ、ハフリさんっていうのは清美って名前しか覚えてない。普段抱えてる思いがどんな思いなの。何、銀融詩人、銀融詩人的なそんなアクターの力の源は異世界にも流れ生まれくそのもの、つまりそう、浄化の力そのものなんだ。ああ、そうだね。ってことは、真剣で、仮に誰だっけ、辰巳先輩だったかな、が、刀で井戸を切ってもダメってことか。そう、どんな軍隊も自衛隊でも勝てないか。ああ、なるほどね。先輩、そうだよ。そんなことはない。だけど、多くの子が戦いの勝ちった。だから戦闘の年って言ったのはそれか。今戦力のひなつくんたちだけだったんだ。いや、さすがに大丈夫でしょ。うん。一人はね、無事じゃないかもしんない。俺のせいで。今回の夢におった傷が思った以上に深かった。うん。俺のせいだと思うよ。一人は。あらまあ。ここまで話すは察しのいい君たちはわかるだろう。ああ、なるほどね。でも、ん？誰かいるのか？え？でも誰かいるの？誰がいるんだ？え？誰がいるの？うん。今後も感覚が遅れると思うよ。でもそのために、師匠が危険な目に遭うなんて。もちろん、すぐに答えを出してくれと言うつもりもみじんもないよ。ただし、君たちの力は腐らせるべきではない。よく考えてほしいね。え、誰がいたんだろうか。ところで誰かいた、話を聞いてたんだよね。あんなこと言われたらな、拒否権なんてないよね。ジェイソンの話はだってあれじゃん。え、ジェイソン噂になってもおかしくないか。でもごめんね。え、見間違いかもしんない。え、見たの本当に。意識はぼんやりしてたんだけど、え、本当にいたの。ホッケーマスクをかぶった男の人が私を抱きかかえて見た。え、本当にいたのか、本当にいるのか。てっきり、あ、それ聞いちゃうちょっとやめろって。14日のやめろよ、もう。14サタデーやめて。14サタデーって。やめてよ、ジェイソンもそうやって使うの。14やめろ。14サタデー。え？誰？ああ。七尾はるかさんでね、確か。ごめんね、みんなに心配かけちゃった。無事ならいいのです。それにしてもどうしたんです？はるちゃん。はあ、なるほどね。同じはるかだけど、はるちゃんって呼ぶんだ。だいぶ本を見つけては返しに来たんですよ。ゆうやくんを見てませんが、荷物持ちに同行させたんですが、そう、日曜日だから学校には負担人はいないってことになるもんね。どこをほっつき歩いてんだか一緒に探そうか。いや、 お気持ちは嬉しいですが、お手を忘れせるわけには。まあそうだね、日曜日だから月曜日になったら普通会えんのか。なんか暇になっちゃったね、ここに解散しようか。いいよ、ゲームセンターとか行こうよ。人々のこ、じゃあゲームセンター行こう。
じゃあゲームセンター行こうか。よし、ゲームセンター行こう。中日もやろう。中日もやろう。あ、オンラインゲーム、家に帰ったらオンラインゲームドラクエ10やんない？ドラクエ10やんないじゃねえよ。何、誰を誘ってんの。あ、ユーズコマンド仕様になりました。なんかラノベみたいなの始まっとる。大丈夫かな。一緒に帰ろうって？いろいろ話そう。そう、いろいろ話そう。嬉しいな。いいよ、どうせ暇だもんね。あ、いいじゃん。商店街、スーパーに行ってさ、おにぎり食べながら帰ろう。何の具が好きなんだ？うん、鮭かな。はぁ、あ、はぁ、あ、そうっすか。あんま仲良くなれなさそうっすね。僕はあの、ネギトロっす。あ、いい曲。あ、美味しい。結構お腹空いてたのかもね。いいツナマヨ、ツナマヨだったか。うわ、8割みんな買うやつじゃん。島のスーパーの家は世界一だよ。パートのおばさんたちがね、お、そういうタイプなんだ。なんか機械で作るタイプじゃないんだね。へえ、ありがとう、風間さん。お、どうした？あのね、しょ、一つわがまま言っていいかな。風間さんはやめてほしいの。他人行儀で嫌だなっていうか。あ、無理やりいいんだけど、その、呼びにくいかもだし、わかったよ、はるか。早いな。しかも名前にして、しかもさ、3も消したの。2段階飛んだよ。すげえ、2段階飛んだ。ごめんな。どうして謝るの？何も、あくまで私の勘なんだけどさ、記憶をなくす前もショーもね、きっと向こうに行ったんじゃないかって。ショーっていつも自分のことより誰かのためって感じだったし、誰かを救うために記憶をなくしてまで戦ってたんじゃないかなって思うの。腕時計をなくしちゃったのも、向こうで戦った時じゃないかなって。腕時計をつけてたんだ。今年のバレンタインにね、私、チョコと2ヶ月前か、チョコと一緒に腕時計を送ったの。ずっと大事にするって言ってくれて、私すごく嬉しかったんだ。あー。あー、違う、すごい、そういうつもりじゃないの。あー、よかったね、ちゃんと。贈り物また買えばいい、思い出また作ればいい、そうだよ。頑張ってくれ、ショーメイ。私、心からそう思ったんだよ。うん。これでワイコやな。うん。それ、これでワイコだよ。私、ショーについていこうか。まあ、自然な流れっちゃ自然な流れっすね、それ。うん、そうだね。うわ、いいの？その、大丈夫か？ヒロイン。いいんじゃないか？ショーを守れパイさん、いや、私だってショーを守るんだ。これを完全にレベル1って書いてあったら正規の仲間みたいな感じかな。え？何？目的のために戦う英雄に次ぐ。はい？え？汝のエゴイズムは新たなる境地を。急に喋らないでくれる。目覚めす力は。これがユーズの、これユーズでっていうコマンドでやったんですけど、毎回何？毎回このボイスが流れちゃうのかい？ランクアップ、あ、ランク1。風町遥の力。エゴイズム能力。固有中、風町が能力、個性ゲージ、固有すぎ。え？何それ？風町遥と同じ個性ゲージ属性。ってことは風町遥は2人になるってこと？いや、なんか使いづらいな。へえ、もう、神谷翔、でも、逆には味方に模写できるってことが、GT4 で言えば、強いなぁ。間違いなく強くない？でも、何でもできる系主人公に本当になったよね。敵の動き、ね、術技を奪うこともできるし、ってことは何もしなければただのなんか、ステータス傾向わかんないけど、ただの便利屋になっちゃうな。ん？誰か来ているみたいだ。誰だろう。マジで誰だろう。そうか、お前、美咲ちゃんのために帰ってきたんだな。スーツを着た男性。まあな、そういうお前はガキのおもりってわけだ。絶対戻ってこないって言ってたのにな、人生に絶対なったらねえな。ああ、ラーメンで食べてた人かな。時々考えるよ。私がずっとここにいればって。仕方ねえさ。お前にもお前の生活あったんだし。そいつを強く攻めたりしねえよ。俺があいつの無念を晴らすんだ。これあれじゃない？この人もしかして。そっち？ジェイソンっつうのな。まあ俺もちょっと聞く番だよ。それが、神隠しの犯人だと睨んでる。詳しく知らないのか、椿。犯人だと。
おいおいつばき、まさかと思うけどよ、神隠しは突然起こるオカルト現象を思っちゃねえだろうな。誰か裏で動いてんだよ、それこそ殺人鬼やな。まあ、わりかしありえるからね。出てきた可能性はあるのか、神隠しの世界から。そのジェイソンが。ありえるかも。待て、せいや。待った。知らないが、被害者の今思えば、心が痛むのは確かだ。何か分かったことを真っ先にお前に伝えよう。何も言わずに帰っちゃった。せいや。ただいま。おかえり、もしかして見ていたのか？なすけないものだ、私は。見なかったことにしてくれないか。急になんか小物感出てきたからやめて。あっ、約束あえて、ホタルとのデートがしたら腹パンだけどな、腹パン。できそうだな。うん急にできた。目や椿様、神谷将軍、おじ様。え？なに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 ？驚かせる気満々じゃん、おっぱい。これ、5本。彼との交流はきっと今後の助けになりましょう。え、ユーズの礎になるの？そうだよ。娘は必ずしも殿に戦慄に立つものではないのです。ほう。なるほどね。普通の村人ポジにもあると。さすが、ちゃんと書いてあるだけあるわ。めたいな。選ばれし者の先生は僭越ながら私にお任せください。スミレは？そのうちお出来になられますよ。あ、メイヤツバキ。ユーズをすると ?SP 最大値上昇。あー強い。普通にステータスバフってことか。どうした？眠らないのか？そんなところです。まあ、ユーズ使いに来ました。簡単に言おうと思う。勉強に付き合おうと思ったが、そんな気分になります。さすが心の先生。そうだな。ちょっと昔話に付き合ってくれるか。私も眠れなくてね。会話相手が欲しかったのなんだ。ほう。昔話。うわっ！一緒に、もう夜の焼きそば太るって、俺よく食うけど、よく食うけどさ。喋ったよ、やっぱり。やっぱり喋んのか。これ声ってもしかして誰？エカテリーナになるのかな？これってもしかしてさ、エコタリーナって誰？エコタリーナじゃねえ。エカテリーナさんの声が、これって。今まで気づかなかったけど、多分そうだ。はあ。そっか。日曜日は会ってないんだもんな。安倍武雄が来たわ。超よ、騒ぎかよ。とても心配で夜しか眠れなかったぞ。十分かと思われますぐは。ねえ、みんな、久しぶりに会ったね。でもよかった。道端で倒れてる神谷くんを見た時は血の気が引いたもんね。本当だよ、この世の終わりかと。迷惑なせ、とんでもないよ。お互い様さ。そんなことで一ついいこと教えてやろう。で、ま、なんかお礼がしたいって言うなら、詳しく教えてくれるね。リアルジェイソンってどんなのだったのかな。ブレねえなぁ。怖いと笑いしか出てきませんぞ。あとで引っ張っておくね。当たり強いな。みんな本当にありがとうね。いいってことよ。いつも助け合ってっからね。神将にも風張りますさ。クラスが団結するのは当然。一人はみんなのために。いい言葉言うじゃん。俺、小学生一人は一人のためだったわ。うむ。こればかりは強化に同意せざるを得ないだろうな。こればかりやってなんだよ。団結といえばさ、辰巳くんどうした？そうだ、辰巳くんいないぞ。体調不良。え？追求したらどない、え、何？待って。あれじゃん。辰巳じゃん。辰巳じゃん。わかった。はぐれて、学園長の話を聞いたのは辰巳なんだ。辰巳が聞いたんだ、それを。で、その話聞いて、考え込んじゃったんだ。考えすぎだ。ジョーがこの間、俺たちと一緒に、はるかに行かなかったのは、きっとジェイソンから。何が言いたいのさ。本当の考え聞いてるのに、勝手に触るの間違ってんじゃないか。言うにもきっと重要なんだ。そのうちまた普通になるさ。ならないな。そうだね。安倍さんの言う通りだ。まあ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 。やめようやめよう。今、カリエ君、回復しよう。回復は早いな。でも、回復したと同時に。うわぁ。びっくりした。うわびっくりして落ちちゃったじゃん。どうしてくれんの先生。さて、放課後になったんだから、伊勢屋揺れないからダメだよ。そう、戦略があるんだ。お前さんにね。はっはっは、なるほど。そう、イカズキさんに感謝を言わないとね。え、やめとけ。
ジャーナリストになり方じゃないの。そうだね。いいよ。ジミーが行きたい昇降口に行こう。スミレと一緒に行くんだもんね。じゃあ、まあ、交番行くか。西部に行ってません？今日終えようと思ってません？